いやあ、せつのけいすけだよ。フェスティバールスプラトゥーン、フェスの日がやってきました。スプラトゥーン、さてこの賑やかな様子をちょっとみんなで見ていきましょう。まずはニュース。誰だけさもらご機嫌いかがですか。はい、からニュースの時間だよ。こんにちは、ショクラーズです。というわけで、フェス開催、赤いキツネ VS 緑のタヌキ、始まってるんだ。もう戦いは始まってるというのか。ステージ、塩の目油田、ホッケふとう、ホッケだと、ユッケじゃないの。行くぜ。あ、もう一つあったな。もう一つステージ、全然突っ込まんかったけど。踊ってる、あの二人踊ってる。ほう、セクシー、なんかセクシー。そしてそれに対してこっちも、どちらかというと俺こっちの女の子の方が好きなんやけどさ、今俺が入っとるグループってさ、こっちの女の子の方があのリーダーっていうか、なんだろう、マネージャーみたいな感じ。マネージャーなんかな、わからんけど、そうなんよな。この踊り方ですよ、セクシー。少女時代みたいな感じやな、なんか踊り方が。さて、右上にあるように普通の赤いキツネボーイ、私は赤いキツネ肌、行ってみようか、今日もスプラトゥーン。てか、お前も踊ってんのかい。出揃ったタヌキしばき連合、俺らタヌキ縛り、縛りじゃないわ。タヌキ縛き連合よ。ランク19、カズナリー。ランク18、エルフェン。ランク20、ピーちゃん。この3人を引き連れて、タヌキ縛き連合。なんか、自分で作った連合なのに、タヌキ縛き連合、隊長、刹那圭介は、この戦いに身を寄せる。ホッケフトー。縄張りバトル、この戦い負けるわけにはいかん。というわけで、使っていく武器は前回のパートから引き続き、若葉シューター。俺若葉シューターが勝ち武器みたいなところあるけんな。うん、ガチ、何やったっけ、若葉シューターとパブロがガチ武器なところあるけんな。パブロは次のパートに回します。てかもう収録しとんやけどな、実は時系列的にはもう収録しとんやけど、ちょっとこのフェスを先にやりたかったに、動画としてアップしたかったんで、これをさっきやってますが、おっと後ろ取った。よーし、敵の進行一つ収まった。あー、やがん、突然出てこられたらそれはバリア使えないよ。若葉シューター使ってるね、君も。なるほど、君たちは分かった。しかし勝つのは我らじゃ。我らの気持ちこの世界に伝えようぞ。あれ若干押され気味だ。皆の衆、心してかかれ。我ら狐が勝つ時なのだよ。押されてるな。結構押されてるな。それでもしかしだ、押されっぱなしではやられんぞ。狐の上げのうまいことを世界に知らせめるまでは俺たちはやられん、やられん。あえバリア使うん遅かった。バリアある、え、右のスティック押し込んだつもりなのにバリア発動せんかった。使ったんやな。さて、結構抑えとるな。だがあと1分半あるわけですからな、まだ逆転のチャンスは十分にある。てかバリア溜まる。味方の援護、挟まりそうだった、挟まりそうだったけど大丈夫だった。いけ、よっしゃ、敵を脱がさず撃破。後ろから来てるやん、味方頼むわ、味方頼みます。何度か逃げて、何度か逃げ切れてと。そこで、こんな感じか。とりあえず前線に味方を送り込むことはできたな。このローラーやってちょっと戻ってくるにも時間かかるだろう。その間に、俺らも前線に上がって、こっから立ち直し、立ち直せ、立ち直せ、降りるところは悪かったけど、ボム投げたんか、なんか狂った相手。ラッキー、ラッキーです。
ラッキーマウンテン。しかも味方がもう綺麗に前線を奪っていってる。これは勝てる。逆転勝利。これがキツネのパワーじゃ。油揚げを食べた時の俺らは一味違う。俺食ってないけど。タヌキどうも。恐れをなして逃げたと見える。味方頼む。俺やられた。こんな土壇場でやられた。が、こうなるとリスの近くに来れるということで、リスの近くを狙われているところを巻き返す。巻き返すのだよ。あ、やばい。後ろからすごいん来た。あれ、これやばいパターンではないか。やられた。やられちゃった。あかんな。よし、京都になりたい。次行くぜ。普通の赤いキツネボーイだぜ僕は、所詮。だからもうこっからどんどん上がっていって、もう俺の強いところ。おいフェスティ使ったんよな。全然能力が一つ、能力が一つしかないフェスティ使ったんよな。だから俺さ、ちょっといつもとちょっと能力が違うけんな。いつもと強さが、装備的な強さが違うんけんな。それは勝てるわけないわ、そりゃ。フェスってことで、リアルの俺、今。寝返ったな、貴様ら。貴様ら、寝返ったな。貴様ら、キツネスピリッツはどうした？ないタヌキたちにそそのかされている。そんな奴ら、俺らが修正してやる。なんで俺らこの色な？どっちかって言うとそのピンクの方が赤いキツネっぽいで、俺らが反乱しとうみたいになっとるんで。何軍や。赤いキツネと緑のタヌキと、もう一つ水色の何があるんや。水色の何があるん。キツネタヌキってきた猫か。水色の猫ってちょっと気持ち悪い。そうでもないわ。可愛いわ結構。なんかサファイアみたいで可愛いわ。よう考えたら、よう考えたら可愛いけど、ちょっとアリみたいな感じになってきたやん。てか俺猫好きやし。進め、バリアついて進め。あれ、味方がローラーね。ローラーじゃないわ、ロケットで倒してくれたわ。ここはこうやって、お味方が綺麗に後ろから、てか俺が音になったけん、俺が半分 俺のおかげみたいなところやけん、味方が結構キル取ってくれよるな。それでもで俺が丁寧に濡れて、できればこの間に後ろから来てる。一旦下がれー、一旦下がれー。塗るのがちょっと優先的なところがある。塗って、バリアをもう一回使いたいな。回転的にはバリアを使いたいところやな。あかーん。ちょっと、まあしょうがない。これはしょうがない。バリアのゲージがちょっと減るのが辛いけど、まだ半分残っとんな。誰かに飛ぼう。せいやー。わ、あかんところ飛んだ気がする。あかんところ飛んだ気がするけど、あかーん。もうちょっと土壇場のエイム勝負がちょっと苦手になってきとる最近。ああ。くそ、反乱軍。いいようにされてたまるか。俺らが正規軍ということを見せてやる。後ろのローラめっちゃ怖いやん。これが敵だったことを考えたらめちゃくちゃ怖いことに出てきたやん。やめてよね、そういうの。バリア出てきた。よし、バリア出てきた。後ろから敵が来ようように見えたけど、無視。無視して。無視して、もう敵の前線塗っていこう。よし、いいよ、いいよ。敵をローラーが構えとんは知っとるけど、そんなん気にせず進んでいく。バリアがあるから、バリアがあるからそれなりにいける。一度手出したんやけん、最後まで戦おうぜお前。あらあかっこ悪い俺、今のかっこ悪い俺。完全にバリアの使い方見せたな。てか味方めっちゃやられよんで、あかんぐらいやられよんで。俺らのイカ魂、イカ魂っていうか今はキツネ魂やけど、めちゃくちゃやられよる。そう、入れ替わって、あれー、綺麗に向いてきたな。全然当たりよらんで俺。やばい、フェス全然活躍してない。あらま。あらまままあらまままままあらま、あらまま、あらま、全然ダメだ。全然ダメじゃないか。ベース、ベース。
あれ反乱軍に負けたな。反乱軍に。わあ。くそ。俺は何のために戦っているのかっていう、そういうレベルだった。武器をパブロンに変えてきました。もう一つのガチブチ、ガキ、えガチブチって言うた今。ガチブキ、パブロンに変えてきましたよ。そして味方にランク20ばかりを揃えて、今度こそ俺らが、キツネをブチに行くのだ。敵出てこないな。ちなみに、フェスってこともあって、俺今リアルで酒飲んでます。テンション上がってますよ。フェスバールですからね。そりゃお酒も飲みたくなるよ。ファイアボール。敵出てこんな。あれ？出てこんな。募集中の文字が出てこないな。え、もしかして敵全員募集中って名前なのか。そんなわけないよな。出てこいよ。あや、反乱軍がまだ出てきた。なんだこれ。え？なんなんこれ、反乱軍が出てきたぞ。このゲーム、え、フェスってそういう意味だったん。フェスかっこ反乱軍を潰すっていう、クーデター起きてるのか。フェスってそういう意味だったのか。てかどちらとも赤じゃないのな、今回チームの色。とうとう赤いキツネがどこにもおらんようになってしまった感じになったのよ。天気の色が。これで大丈夫なのか、これでフェス成立してるのか、よくわからん状態になってきました。俺スプリンクラーか多分。あー、なんてコントロールだ。味方結構やらんよな。しかしロケットが誰か出したな味方。それでどれだけ濡れるかっていうところ、俺もロケット出したいでござるよ。出させてほしいでござるよ。よし、この辺ちゃんと塗っていって。危ない危ない危ない、危ない。よかった、大丈夫かな。自分の心配もしないといないけどね。出た瞬間スプリンクラーアタック。あかんあかん、やっちまったやっちまったやっちまった、あやばい、あおう、危ない、死にかけだ。よく生きとったなっていうぐらいだった。よいしょよいしょ。よっしゃ、フルチャージでこの辺いけ。敵を倒さんからにはもう止めれんな。スプリンクラー出しとるけん、あ、敵オールダウンしとんで。よっしゃ、攻めろ攻めろ、おいらの天下じゃ反乱軍などに言い訳はせんぞ。若干俺やべえと思った自分がおるけど、あれ敵リスポンされんけど、どうなったん。あれ反乱軍、反乱軍、反乱軍、どこ行ったん、反乱軍、反乱軍は、反乱軍どっか行った。反乱軍どっか行ったで。クーデターやめます。やっぱ忠誠誓います。赤板抜き、赤板抜きじゃないわ、赤い傷で忠誠誓いますって言って帰ってきた。味方に帰ってきたんか、このクーデターやろうと思うめ。だから逆らうのはやめろと言ったのだ。あ、今さら分かっても遅いのだよ。なんなんこの動画。お、ちゃんとタヌキできたで今回は。俺らの敵はちゃんとさ、反乱軍だけじゃないんやな。ネギトロ炭鉱、ここか、ここす、ここお前、ここでパブロは暴れたけんな。よし、いけるぞ。味方にバリア付きのあの若葉シューター、若葉シューターの手を借りてバリアでうまく攻めれたら、どんだけいいことか。よし、じゃあちゃんとタヌキをしばいて終わりたいな。ちょっと結局のところタヌキに負けてさ、タヌキの方についたキツネの反乱軍に負けてさ、もうなんか相手落ちて何戦いようか分からんような試合まであったし、もういいとこなかったもんな。なんかすごい飛ばしてきた。チャージャーか、チャージャーオールになったな。そういや、一人気をつけて、みんな気をつけて、軽いけど気をつけて、軽い気持ちでいいよけど、あーう、味方オールダウン。
そう。よりによってチャージャーがおるってのがきついな。正直パブロでチャージャー弱いし、このステージチャージャーだって障害物少ないけんチャージャーが使いやすいしって状態よな俺。どうしよう、とりあえずチャージャーのおらんところばっか攻めていくしかないけど、なんでもそんなこと言いながらチャージャーもおらんところでやられた。チャージャーは味方に任せるしかない。どっちかって言ったら若葉シューターの方が戦いやすいだろ、チャージャー相手は。なんでこんなとこ置いたんや俺なんでこんなとこ置いたんやってぐらいのところ飛んでしまった。どこ行こう、あかん、ダメだガロンか、ガロン威力高いよな。とことん俺はもうチャージャーの追いそうなところは避ける。お前お前そんなとこおったんか、やばい、完全に押されてる。だがここまではちょっとした余興じゃ、こっから逆転技を見せてやるぜ。ああああ、見て俺進め進め、今のうちじゃ進め進め、てかロケット落ちたい。綺麗にチャージャーの攻撃を避けまくり、ロケットが溜まったところで、チャージャーの降りそうなところにファイヤー。近距離戦はダメだダメだ、やばいぞ、だんだんやばなってきたぞ。反乱軍に負けて、重くそ敵に負けて、あーあー俺今回いいとこなしで、ファイスフェイスいいとこなしで終わるんか、そんなのは嫌だ。じゃアンパンマン出てくるわ、アンパンマン。こっから逆転劇をつなぐ、つなぐぞ、つなぐんだぞ、つなぐくん、逆転劇つなぐくん。あ、後ろからめちゃくちゃチャージャーが襲ってきてる、あかん。え、そんな近くにチャージャーおる、なバカな、あらら そうだ、フェス編ってことで前編後編にすればいい。ってことで前編はここで負け続け、しかし後編は俺が活躍するぜ、そういうことにしとこう。それで文句ないやろ、視聴者さん的には文句ないはずじゃ。うん、誠の赤いキツネボーイになったところで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明けギアパワーアップ。